ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本当？もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。ああ、本当に何でも知ってるのね。ドニアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私、どこにも行けないから。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ？子供は皆、願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて。叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃ、まだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。